じゃあ今日ちょっとラストの記事になっちゃいますけど、ごめんなさい、こっちです。はい、最後の記事はもちろんこちら、奇跡のリンゴ木村明則の UFO 体験ということで、ね、あの人工知能とかね、そのバーチャルリアリティのが、はい、それを扱ったね映画にね、はい、マトリックスってありましたね。あったマトリックス、はい、ね、結構いろんな時にあの中で、うん、ね、メシアと、はい、ね、人類を救うメシア、はい、あの映画の中でメシアってどんな人でした？忘れました結構見てねえだろ見たんですけど、これしか覚えてなくてあのスミスとの戦いな、はい、それ以外の記憶がなんか消されちゃってるんですよね。子供か子供か、なんか消されてる気がするんですよ。あ、なんか出てきましたっけ。このメシアっていうのが、はい、そのね、まあいわゆる普通の主婦のおばちゃんだって。あーあらいらっしゃいってなんかね、この、はいはい、エプロンなんかしちゃってるのか。あ、普通なところにメシアが。メシア、はい、だから本当のメシアっていうのはね、はい、そんなね聖人君子とかね、なんかの宗教家ではなくて、そうですね、うん、その辺にいる、ひょっとしたらね、この人がと見逃されがちなね、人がね、人が実はすごかったりするという、はいはい、それはもう木村さんだと、ひょっとしたらメシアには歯がねえんじゃねえかなとか、そう、歯がなくね、なまってるかもしれねえなそうそうね、そうそうそう、そういう期待も、ね、抱かせてしまうほどの、はい、ご存知、奇跡のリンゴの木村さんですよ、はい、これはこの間のね、取材で、はい、2月の取材、雪の中、はい、お会いしてね、リンゴのお休みの時に行ってきたんですよ ね、 ね、木村さん言ってたもんね、はい、コンピューターは宇宙人が作ったもんだと、うんうんうん、宇宙人はちゃんとした文明というかね、気づいたんだな、はい、AI をちゃんとねいい方向に使って、あ、うん、へえ、だから UFO 作れたんだよ。宇宙人も AI 使ってるんですか？ AI ぐらい。あ、そうなんですね、あ、そこはちょっと考えてなかったです。だから今回ね、その、はい、コンピューター言語、コンピューター文字っていうのかな、はい、機械言語 の、 その文字列の中に、うんうん、かつて木村さんが UFO の中で見たという、はい、見せられたという文字があったと、はい、これいくつかあるって